なんかでも韓国ってすごく寒そうなイメージがあるね。そう、サムネ変えたよ、もう。14時に池袋。池袋、たまに行くよ。おお、いい感じ、いい感じ。肌が。ねえねえ、めっちゃ最近思っちゃうけどさ、みんな、みかん食べたらめっちゃ肌綺麗になるばい。これガチ。お見つき合ってクリスマスやけんって告白してから、そう、みかん食べたらみんなめっちゃね、肌が綺麗になるけん、ぜひね、肌荒れた時はみかんを食べてください。全然ちゃう、なんか最近めみかん食べよる毎日。お嫁さんも可愛いですね、ありがとう まだすっぴんやけどね。メイドさん、メイドさんいそう、池袋めっちゃ。ビタミン不足か やっぱビタミンか。ビタミンは取らんといけんってことを学んだね、いかんで。顔が丸くなります。もういい、丸いけん あと、みかん食べたら、なんか水分めっちゃ取るけんか、いいよ。みかんで水分取るやつあんまおらんと思うけど そんな、よし、水分補給、水分補給っつってみかん食べる人いないと思うんだけど いいですよ。でも顔むくんじゃうよね、多分。むくんでるもん、毎日。え、なんて言われたそれ。肝脾症？え、そんなのあるとね。こたつみかん早くやりたい。ねえ、こたつみんなも出しとると。はじめまして、じいさん、またせたらさん、メリクリー、メリクリ、メリクリー。え、みんなもこたつ出しとる？こたつ出しとる人めっちゃ羨ましいな。こたつ欲しい。うわ、こたつ欲しい。こたつ欲しいか、マジで。超こたつ欲しい。でもこたつなんかさ、あったらさ、大変。スレンダーボディ、おみちゃん、そんなバナナ、朝からお腹、え、わかる、私も今日普通にお腹の調子悪かった、朝から。なんでやねん、尾上瑞稀が欲しい こたつが欲しい、おみちゃんは。でもこたつ買うならさ、机から買い替えんばろ。え、めんどくさいよね。ちょっと目のむくんどっけ。目のマッサージからしよう。リビングにこたつ当たりに来ていいよ。当たりにね 行きたい。こたつに会いに行きたい。こたつに会いに行きたいって、こたつっていう犬みたい。こたつ入りたいよ。あ、ホールケーキありがとうございます、ブリントさんと。ねえ、この東洋一のツッコミさんってりんちゃんでしょ？イルカさやと思っとった。掘りごたつってなんだっけ？掘りごたつがいい。足曲げんりいいやつやろ。こたつにも着るか こたつマジで入りたい。ちょっと一旦下地塗ったんだけど、マジで眠すぎて進まん、メイクの。もみちゃんかわいいよ。もうイルカさんの真似ばっかしてから、イルカさんかと思ったもん。偽イルカさんだよ、これはきっと。りんちゃん。じゃあ次、コンシーラー。コンシーラーは調子乗ってディオールです。調子乗ってっていうか、これさ、1年ぐらい持つけん、全然コスパいいわ。1年以上持ってるな、これ。あ、ちょうど去年の1月に買ったのか。ちょうど1年かじゃ。ねえ、騙されてたよ、私も。ゆかりんと何時に待ち合わせ？ 10
用事とかだ、14時か15時かやったさ、だけど意外と早いじゃんね、思ったより。仕事早くね、終わるの。夜までデートの予定、何時帰ってくるか全然未定やけんか、先に配信してから行くね。メイク終わったら顔出すね。ダブルじゃない、結構早めでびっくりした。朝から連絡が来ててさ、なんで集合ってのが、集合何時待ち合わせっていうの。今日もユーカリに、ガッツユーカリング誘ってくれて、ユーカリにもう全任せしてる。顔出していいの？ん？私が？いいよ。今コンシーラー塗ってる。マジで眠ってお腹鳴ってるわ。お腹鳴ってるよ。お腹空いた。よし、コンシーラー塗れたかな。ユーカリンとラインライブ、はい。ユーカリン YouTube ライブしよっとかな、最近は。ね。おみちゃん顔出し、なんでよ。毎日顔出しよった。よし、いい感じ。いい感じやろ。ファンデーションも塗ろっか、にゃーん。俺入ったよ、そりゃ。TKG いいなぁ。美味しそう。あー、仕事しよっと、野口さん。おはー。頑張れー。ちょっと顔出すの待っとってねー。今日の話し会、第何部か、第な。誰の話？空の？過激派 YouTuber ね。確かに。確かに。カップル YouTube チャンネル更新、更新で何よ、チャンネル解説もしてないわ。もう次なんだっけ、ファンデーション、ファンデーション塗るよ。ファンデーションはランコムです。よく聞かれます、ランコムです。よいしょ、このね、なんだっけ、スポンジでぬりぬりしていきますよ。おみちゃんのセクシー配信、そんな入ってはないですね。おはー、あ、すごーい。おみちも綺麗にしてほしい。やっぱ年末やけん掃除とかがあるんやね。大掃除か、 お仕事も。今ファンで塗ってるところだよ。おみちゃん今日南部からネットね、に久しぶりの5連休。うわー、いいなー、5連休いいね。3日目か、真ん中ちょうどいいやん。まだまだ遊べるね、最高やん。おみーくりしまーす。パレードルーランさん、おみくり、メリクリ。なんかね、昨日メリクリシスを楽しむ、サンタコスじゃない、なんだっけ、トナカイになってみたり、髪可愛くしたり、釣りの配信をしたりしたから、なんかもう燃え尽き症候群。ゆいにゆいゆいさんなんだ、二部やばい。おみちゃんが変なこと言ってしまった、鈍くなったか。ワックス塗ってるの。ワックスとファンで一緒にせんでさ、一緒のようなもんか。クリスマス、おみちゃん初見です。もう何年の付き合いですか。嘘やろ絶対。あ、みゆさんのいいな。
そうだよ、燃え尽きたよ、もう一緒一緒一緒なんかい、ワックスと当たればタワーない。え、すごい、おみの予想で買いましたって絶対当たるやん、絶対当たるやん。どうしよう、早く教えてね、当たったら。でもね、うん、私そういうのはあんま当たったことないか大丈夫かな。当たるってめっちゃ思っとったら当たるけ、当たる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 。 DD が多いですね、私は楽しいです。 DD が多い、 DD が多い、 DD が多い。あーあーあー、お晴れしくんね大好き、もう楽しが大好きよ、みちゃんはみんなお話し会なんだ。久保さん UFO でお願いします。 UFO？ あギフトの話。好きな番号2つ言ってみて。6と136と13ね。お腹ぐるぐるなるけどごめんなさいね。 DD やったん、みんな悲しい。おみちゃん単押しがいい。推しメン候補です、いません許さない、早く昇格させてくれ。お水木を DB ドラゴンボールやないかい。おみちゃんだけだよそのイルカボイスみたいなのやめて一点買いって何？分からんけど当たる場合、多分63で勝ったら絶対に違う、なんか2811とかぶせんようにするかな、しようかなと思って、ね、え、あ、それ全部当たらんといけない、むずい、正直読みできたときは行けば世界全然いけなかった。え、ほんと？それはもう単押しってことでいいですか水木単押しっていうことで。石谷さんこんにちは、ゆるゆるとメイクをしております。あ、もう顔の乾燥してから、乾燥してから、もう顔の乾燥してからさ、大変ばい、こらこら大変ばい。ねえ、みんなさ羽田空港行くこと多い？いつも私さ、もう何回行ってんだよっていうぐらい、もう本当に行ってるんですよ、まあ、当たり前なんですけど、空港に行かないと長崎に帰れないので行ってるんだけど、いつもねお土産を買わずに帰るんです。どこのお土産がいいかわからんくて、なんかさ美味しい、何美味しいさお土産しとる人おったらなんか教えてほしいな。年末はなんか買って帰りたい。なんか毎月のように帰ってるからさ、お土産いいやってなっちゃうのだけど、なんか買って帰りたい、美味しそうなの、なんか有名なのがどれかわからんくて、なんか東京って感じもせんしなと思ってさ、いつも東京バナナとかになってしまう。え、嘘、コメントしてたら電車見送ってしまったって、やばすぎるやろそれ、もう私のせいやん、私のせいやんから入院です。え、本当本当ですか、本当ですか、本当なの、やっぱりサンローラン行っていいの、ひよこ、福岡やんそれ、違う、国際交換局から動くの、早く早く早く届け韓国に。でも東京バナナが無難けどさ、もう家族東京バナナ食べ飽きるよ食べ飽きるっていうかね、もういいよっていう雰囲気なんですよ。
話を。毎月書いてるんだよ私。そうなるとさ、大好きさんおはようございます。大好きさんとか知ってそう、なんか、なんか羽田空港の美味しいなんかあのお土産屋さんって有名なのあったりします？知ってたりします？ちょっとお腹ぐるぐる言ってる。ごま卵って何？なんかいいやったね、ごま卵にしてみようかしら。じゃあ羽田に売っとくかね。あ、クリスマスは郵便局が忙しいんだな。そういうことか。プリントさんとこもまだ届いとらんやろ。早く届けてほしかね。あ、ファンデーション塗るだけでほんと30分かかる私。お寿司屋さん、こんないいの？お寿司屋さん、え、3時間待ち、やば。さすがクリスマスイブ。もうクリスマス私卒業したけん昨日でもう燃え尽き症候群。もうクリスマス昨日で終わった感じしてしまっとるもん。え、もう今日がサンタさんあれ本番な。もう昨日で終わったっちゃけど、おみちゃんのクリスマス楽しかったな昨日みんなとね。楽しすぎてもう今日はなんてない日だマジで。クリスマスな本当にっていうレベルやね。クリスマス卒業できる場合、有馬記念ってやっぱそんな夢なんだ。全然知らなくって生きてた今まで。毎年クリスマスにやってるの有馬記念って。サンタさんこんな来たよ、いっぱい来たもん FC から。敵チームに行っちゃいました。早起きしてたのにね。早起き？クリスマス的なことだから、昨日の配信がもう私にとっては最大のクリスマス感を味わってたんだけど、みんなからしたらそうでもない。そうでもないって何？みんなからしたらただの配信やったかもしれんけど、私からしたらもうあれが最大のクリスマスイベントだったなんかケーキとかも食べたかったんだけどさ、一人じゃ食べれんやん、チキンもそんなたくさん。ほんと小食やけんさ、何も準備できなかった。ユンカー遺跡は本当ですか？え、誰の話をしちゃった？PS5 高いでしょ。 PSP、 あ、5か。 PS5 もうファンデーション塗るだけでこんなに時間かかる。今日はさ結構しっかりめに塗っとかないと、写真撮るかもしれないじゃん、いっぱい。PSP って今でもさ流行ってるっていうか、やってる人いるの？ PS5 書いてない？ PS5 ってなんだっけ？プレイステーション5か。ネオジオでが、ネオジオって何？ PSP の話？ゲーム機欲しいな私も。ゲーム機あったらなんかいい、楽しいかな。そうだよ、ユーカリン絶対バッチリメイクでさ可愛いあれなんじゃない？髪型とかも多分やば。負けないようにヘアアレンジでもしようかしら。ヘアアレンジ配信にしゅる次の配信。セガサターン、
もう全然知らん。ポケットステーションじゃね？ポケットステーションなの？スイッチあるんだ。スイッチもね、スイッチの方がなんか簡単そう。5より、5プレイステーションよりもなんか簡単そう。ディスクシステム、全然知らんかった。ゲームの話、ファンで塗り終わったよん。足型頑張ってね。メリークリスマス。よし、そんなら続いては眉毛、眉毛、眉毛、はい、眉毛、眉毛。朝からテンション高くなってきた。ピタコラスイッチ、なんだそれは。スイッチスティッチやろ。一か八かのすっぴん配信に意味わかんないよ、一か八かは。ね、中学生ぐらいの時に私もやってたよ。あ、そう、モンハンやってた。懐かしかね。 PSP、 PSP、 DS とかもないのかな今。 やらないのかな今時の小学生とか。PSP か、懐かしいな。ウィーレとかもやってた。モンハンしかやってなかったかも。 PSP 白だった。私、リュウさん赤だった。スティーチ、シャイロロボ、ジャイロロボか。もう、あ、昼やろ。明日ごはん食べたっけな。食べてないかな。食べてないわ。食べてないです。ロゴブーム、あ、違う違う、レゴブーム、レゴブームないっちゃん。私レゴのブームこんかった。レゴって何？レゴってあれよね多分。え、レゴね、来なかったのよね。トモコレブームは来たよ。友達コレクション、友達コレクションはしてたよ。デュフデュフ、うわー、赤が好きなのかな。あ、確かに赤好きそうね。めっちゃお腹鳴る、さっきから。ぐるぐるぐる。ダイヤブロック派、やばい、全然わからん、全然わからん。難しかねえ。カンコレ、レゴやってたら天才になってた。やだ、なんでせんかったっちゃろう。ブロックで、なんでブロックされるさ。私レゴブロック、しないで、お腹ぐるぐるって、ぐる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 、こさみ。なんか眉毛最近変。お寿司食べたよ、めっちゃ。結構な量食べたき。眉毛もうちょっと長くていいかなって思ってきたんだけど、なんか右と左の差のあるけん、なんか右と左の差のあるけん。
これこれ、あああああああ、ここら辺でピッて止めて、また始めから流れてくるじゃん、このこれ、あーもあーもあーもって言って、またピッて止めたら、また5分後ぐらいにあああああって流れる。なんなんもう、あああそう、そんな感じでお水木の目覚ましミュージックの話でした。そうもうあああって言ってるのよ、毎朝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 、あああああって言って好きやけどね、この曲ね、好きやけどたまにうんざりする時もある。何回流すんだって言ってから自分が設定してんだけど、あ、眉毛いい感じになってきた。今日時間もあるし、ゆっくりメイクしよう。いい感じじゃない？あなた起きてって言ったらみんな、私の起きてで、あなた起きてって、あなたって言う、あなたって言うね、確かに。お、いい感じかな。眉毛すごい集中してかかんの。朝ごはん食べてない、まだな。食べてないよね、多分。記憶上食べてないですけど。あー、千葉のあそこに行きたい。モーモーランド。モーモーランドちゃうわ。何やったっけ。マザー牧場や。マザー牧場行きたい。ね、モモランドって何？あ、モモランド福岡か。眉立つしたい、毎日毎日こんなさ、15分もかけて眉毛を綺麗に描いてないで眉立つしたら、あら、もうすっぴんでも出来上がりって感じなのにね。ダセーって言わないで、モモランドあるんだから多分。あったよね、福岡にモモランドってない？え、長崎だっけ？モモランド何？モモランド知らないの？ほら、モモランドあるじゃん。ほら、モモランドでひらがなでモモランドやけね。ね、目むくみすぎてさ、なんか二重幅の激ヒロになった。きっとおみは起きないじゃん、それ。全然終わってないよ、顔面出来上がるまであと 3時間かかっちゃう、このペースだと。じゃあとりあえずリップでも塗っちゃおうかしら。ヤギがいます。え、そうだよ、モーモランドヤギいるよ。え、いなかった、いるよ。え、何しちゃった？あ、え、なんで知ってんの？あ、私が写真送ったのか。そう、あのモバメ、プラメ、プラメモバメでさ、あの送ったよね、モーモーランドの写真。メカ覚えてるね。ヤギとのツーショット載せた気する。お出かけ、そう、ユーカリンとね。ハベにしてない、まだね。え、リップ買いに行こうかな、クリスマスだから。ペンギンいる？ペンギンはペンギン水族館にしかおらん。牛はいません。牛はいっぱいいました。もう、もう、あ、ジルスチャーツのリップ塗ろう。かわいい。かわいい。はあ、もう姫様。え、いっちゃいいよ、とせん。このリップ。くー。朝から楽しいね。朝から楽しいわ。一人でリップパッパパ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 パってやってからね、メイク進まんって、パパパパパパパやってからもう。よし、次アイシャドウでも塗りますか。お、魚好き。え、何、私のこと魚呼びしてた？
いいよ、魚でも何でも、牛でも羊でも。それでアイシャドウは何にしようかな。アイシャドウもジルスチュワートです。もうジルな女になりたい気、私。クリスマス気分味わってきますって。どこに行くの、クリスマス。いいなクリスマス感あるかな。私もクリスマス感味わってこよう、ゆかりと。よいしょ、お腹すいた。ホットケーキ食べよう。ホットケーキなんかさ、冷凍しても美味しいみたいな書いてあって、パッケージに。本当かと思いながら冷凍しました。今日服はね、何しようかな。まだ全然決まってない、全然決まってない。歩くかな、結構。ヒール履きたいんだよね。ブーツ履きたいんだ。新宿特定してください。あ、新宿に行くのね。新宿に何があるの、クリスマスマーケットとか。クリぼっち会。え、クリ、友達とおったら全然クリぼっちはないやないかーい。いいなー、私も参加しよっかな。アイスクリームね、何ものせるもないんですよね。バターとなんかメープルシロップみたいなやつとかしかない。あとはみかんしかない。果物も乗せれない。あ、ブルーベリーがあるな、冷凍庫に。多分短パン、半袖短パンお願いします。めっちゃ目立つやん、そしたら。めっちゃ目立つ、ある意味。いい意味でも悪い意味でもないか。おみかんだよ。吉祥寺に、吉祥寺なんや。吉祥寺ね。吉吉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 吉赤くしてさ、ギャルになりたいとか言ってさ、去年の今頃言ってたわ。そう、懐かしい。もう今は黒髪しか勝たんと思ってますね。アイシャドウ塗るのめんどくさくなってきたな。ロングブーツありやね、ロングブーツ。でも寒いかな、ロングブーツだと。寒そうじゃない、今日めっちゃ。ギャルに負けたけど、そう、ギャルに負けた。ディズニー行った頃かな、ギャルに憧れてるとか言ってた気がする。黒くない、え、黒ギャルじゃないもん。私の目指しとったのは白ギャルさ、白ギャル。なでしこ行き。ギャルはね、慣れなかった。ロングブーツに言わんわ。寒い海の中のロングブーツ自体はあったかいっちゃけど、膝が出るからさ、寒いじゃない。ロングブーツ履くってなると、自然とファッション的にショートパンツとかミニスカートとかになっちゃうからね。皆さん考えるギャルの定義と、ギャルの定義は、まあ、綺麗なギャルがいい。綺麗なギャルになるなら綺麗なギャルがいい。なんかみちょぱさんみたいな。やっぱお腹めっちゃ鳴る。ずっとお腹鳴ってるよ。やばくない？おすぐと隠せる。おギャルに謝れ。いや、個人的なあれよ、個人的なあれやけど、マジで綺麗なギャルだったら綺麗なギャルがいい。
髪のムラとか嫌やもん私。髪のムラ、髪色のムラとかも自分のあのプリンになってる時とかすごい嫌になっちゃうんですよ。髪とかすごい綺麗にしてた、黒なら黒で統一させたいし、色落ちとかあんまね私ねいつも好きじゃないからイライラしちゃう。なんでこんな髪色落ちてんねん。今はねそんな目立たんじゃけど、前結構落ちてた時あって色すごい嫌だった、嫌だった。マジでお腹にカエルおるわ。もうやばすぎる。お土産に美味しいチョコ買っていく手間、美味しいチョコ、まさかあの美味しいチョコ、めっちゃ美味しいよね、本当に美味しかった。でもねラスト1個余ってんだ、いつ食べようかな、もったいなすぎてって言いながら食べちゃうんだよな。神の村、上村、何言ってるんだ。ひなの、何のひな、ひなの。どこのチョコ、めっちゃ美味しいんだよ。ディルリーみたいなとこなんだけど、めっちゃ美味しいんだよね。失恋ショコラティエみたいな感じ。知ってる？失恋ショコラ。なんかさ、サイレントも最終回になったし、どんどん番組が終わっちゃう。あ、クロサギ見ないといけない。クロサギね、途中見てな、最初1話見て面白いと思ったけど途中見てないで、最終回だけ見よう。惜しい？違う？違ったかも。ちとセピアにローチ、まあ、なんて読むんだ。いいな、チョコ食べたいな。チョコはねいいですよ。あ、チョコねあるかもしれん。チョコ昨日買わんやったかな。この前最終回やったらしい。リュウさんが最終回面白いゲーム見てっつって連絡が来てた。でも途中見てないけんな、わかるかな話。ロイズなの？ロイズって言うと？ちょこっとちょうだい。ちょこだけにね。麦チョコ美味しいよね。麦チョコってマジでちっちゃい時から本当に美味しい。ちっちゃい時から美味しいと。よく食べてたよ、ちっちゃい時に。今食べても美味しいってことよ。みんなさ、正月とかね、正月年末帰るの？地元に帰る人、帰る人、帰らない人、そもそも地元だよっていう人。麦チョコか、ピーナッツチョコ大好き。わかる、マジでわかる、めっちゃわかる。ピーナッツチョコってマジで美味しいよね、本当に美味しい。わかるわかる。あの安物のピーナッツチョコも美味しいよ。安物って北海道の有名なチョコの。そうなんだ。全然チョコ事情、チョコ詳しくないっちゃけど食べてみたいね。そんな有名なんや、北海道。北海道のチョコってなんかキンキンに冷えてて美味しそう。初詣、初参り、何だっけ、初、何だっけ、久保くん、初何し、初、待って、初、あー分からん、初回し、初申し、初詣？はい？それだけで初詣って読む？あ、初詣しに行くよってこと？あ、難しいね、日本語って本当に。なるほどね。初詣しに行く？
おー難しいか。嘘って言ってくれ。嘘で嘘で当たり前じゃん。その初詣も読めんようなね、22歳はね、本当にもう、いやちょっと小学生に負けちゃう。ごめんなさいね本当。ちょっとマジで監禁の勉強しよっかな。これで私は監禁1級とか取ったらどうする？無理か。1級は監禁2級とか取ったらどうするとよ。準2級めっちゃ2級だっけ、準2級だっけ、あるじゃん。あれね、一心勉強したさ、取ろうかなと思って。中3の時めちゃくちゃ難しかった。監禁の勉強しよっかな今更やけど、ありじゃない？ちょっと今アイライン引くけど、ちょっと待ってね。あれやっぱ昨日のマスカラがちょびっと残っとる。最悪、気づかんかった。今日は大掃除か、私が今日お仕事か、秘密の企み。あ、秘密の企み気になるな。その企み武士に、武士とかわからん全然。正午より、正午、正午には勝てる。小学生の時は私賢かったっけ。小学生の時は賢すぎて、もう学年でトップやったっけ。学年でトップって17人しかおらんと学年。小学生は分かるわ、小学生の問題やったら。私小学生の時ね、理科の先生にねめっちゃ抗議したこと。オール5を目指してたのに理科だけ4だったの確か。で先生に言いに行った。え、なんで4なんですかって言って、なんでですかって言って先生に。そしたらね、その先生なんつったと思う？伸びしろですとか言われて、マジでもやめてくれよと思って。なんで4なんだよ。なんかしかもなんかその4がなんか好奇心みたいな、理解の好奇心みたいな、みたいな、あるかいそんなもんみたいな思ってたけど、なんで先生4なんですかって言った。超仲良かった先生やったけん言えたけどね。あの時すごい好きな先生だったよ、優しくて。あ、それこそあの先生や、3回目の注意をしますっていう先生ね。元気かな。一回ね、高校生の時にね、なんか見かけたんだけどね、車で通った時バス停に座ってた。理解力がなんか、なんかもう好奇心がな、なんか理解のなんか、なんか、なんかね、そういう感じだった。理解のなんか興味度みたいなと、え、そんなんで評価されるんって感じやけど。あ、なおさんはじめまして、こんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。昔は優秀だったよ、生意気で嫌いだから。そんな人いる、そんな先生いるの。あ、なおさんフォローありがとうございます。尾上瑞希って言います。もうちょっとして今ねメイクしてるんですね、メイクしてるんですね、メイクしてるんですよ。もうちょっとしたら顔出すので、ぜひまた来てください。めっちゃ可愛いやん。え、嬉しい。どこ見ていいよる？画像？アーカイブ？確かにさ、そうなんか教育のなんかさ、あれも変わってくる、変わってきたよね。そういう先生いたら問題になりそうやしね、今だと。ちょっとでもなんかモラハラじゃない、パワハラじゃない、そんなね感じでしょ。たくみさん、おはー、おは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 。え、プロボーラーの人と同じ名字なの？そう、尾上なの。尾上ですか、その方。尾上さん、尾上さん、尾上やったらすごい嬉しい、一緒じゃん。尾上瑞希って言います。顔見せるよ、見せるよ、ちょっと待っとってね。
まだ全然全然いいじゃん。全然出来上がってない。水木みたいなの言ったら教育も変わったのか。はい。はい。なんで何が。尾上萌香プロ。そうなんだ、めっちゃ若いんだ。すごい。萌香ちゃん覚えた。鼻も高く無理よ鼻は。近くしない。キャップ開けた。これはチョコのようなリップです。寝ぼけてたら食べちゃいそうになる。おみちゃんかわいいよって、ありがとうございます。思ってるんか本当に。私好みに仕上げてくださいね。ほんと難しい言葉言うね。どがん好み、いつものおみちゃんでよかろう。おみちゃんが好みやろ。私と同い年な。すごい。じゃあもう友達やん、ほぼ友達ってことでいいですか。こう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 。カラスも元気に鳴いてる。あ、すぐ出てくるの。調べてみる。ちょっと寒いけんつけちゃう。友達います。遠い親戚なんだ。でもいそう、萌香さんって人、親戚に。次何して、メイク何すればいいか忘れちゃう。よし、いい感じ。寒い。よいしょ。カラスのめっちゃ泣きよる。カラス北の方でしか見たことない。北？韓国の北ってどこ、なんどこらへん？完成度って違うよ。違う。なんでか分からんけど、いつもどこメイクすればいいっけっていつもなっちゃう。もうこのね、綿棒でもう取れんけんか、最後の最後まで使いたくて、綿棒のこのキラキラを綿棒でかき集める。最後まで使わないと。もったいないやろ。はーい、出来上がり。あー、いい感じ。つきすぎたかな。よし、いい感じ。よし、これでいいや。つきすぎたかな。キラキラすぎるわ。キラキラすぎた。まあいいや。カラス頭いばい、めっちゃ。なんしょうとうって。カラスがなんしょうとう。マンボウに会いに行かなきゃ。マンボウ大好きやけん私。あ、くしゃみしそう。ごめん、くしゃみしちゃった。しかもくしゃみして私絶対笑っちゃうんだよね、その後。なんかその結構ふざけて笑ったんじゃなくて本当笑っちゃうんだよね、いつも癖で。くしゃみした後マンボウとおみちゃんと一緒で汚いらしい。なんでやねん。マンボウってでも確かになんかあんま綺麗なイメージはないよ。
そうマジで本当にすぐ笑っちゃう。え、前言わなかったけど私結構くしゃみしたら笑っちゃうって言ったかな。マジで本当なのよ。え、本当にね結構学校の教室とかでもくしゃみしたら笑っちゃう。恥ずかしくて笑っちゃうのが癖になっちゃったのかな。え、やば、あと4分じゃん。一旦朝ごはん食べてから配信しますね。また顔出してから。お待ちくださいませ。それまでみんな お待ちくださいませ。そう、セクションぐえーって言っちゃう。女の子のくしゃみかわいい。マジ男の人のくしゃみ本当になんか地面揺れるもん。わかる。女の子はかわいい。お話し会か。じゃあランキングを見ますよ。早かったわ。早すぎた。それはなんか今日いい感じやわ。メイク全然進まんかった。おしゃべりしすぎて。まつげはしっかり、いやんからしょう、どこいしょう、どこいしょうって言いながら上げていきますよ。早いぐらいがちょうどいいか。確かに。ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち。ビューラー怖いっしょ。私も人にされると怖いな。自分やったらできる。でも男の人もビューラーやってる人多いよね、結構最近は。あ、全然顔違う。ビューラーするだけで。じゃあ、あ、本物？バラ、バラくれたイルカさんが。ありがとうイルカさん。本物？本当に本物？ちょっと疑わしいな。ビューラーって何ですか？ビューラーさん、あ、やばい、ランキング読まんと。偽物いるらしいので。あ、本物じゃんこれは。ありがとうイルカさん。なんかレベルアップしたイルカさんのおかげで。じゃあランキング読みます。第1位本物のイルカさん、ありがとうございます。第2位ブリントさん、ありがとうございます。第3位ポッポさん、ありがとうございます。第3位リンちゃん、ありがとうございます。第5位リュウさん、ありがとうございます。第6位エレメンツさん、ありがとうございます。第7位サッタンさん、ありがとうございます。第8位コモちゃん、ありがとうございます。第8位デシキさん、ありがとうございます。第10位ヒロポンさん、ありがとうございます。第10位ナオさん、ありがとうございます。第12位タクミさん、ありがとうございます。第13位クブくん、ありがとう。ありがとうございました。皆さん楽しかった。じゃあ第2部は朝ごはん食べたらしますね。今ビューラーしてるの。ビューラー、ビューラー、みーちゃん好きだよ。えよ、その言い方もう嘘っぽく聞こえてきた。できた。できた。偽物も偽物も言ってたよ。ご飯食べてましょう。皆さんも食べてない方いたら。今まつげに、ああ、ヨドバシカメラじゃない、ビッグカメラに、ビッグカメラ、ああれでいいや。なんだっけ、ドンキホーテでいいや。行こう後で。ビューラー買いたいんだ。ホットビューラー、この間メイクさんにどこのホットビューラーがいいですかって言ったら、パナソニックがやっぱ一番温まるからいいですよって言われて、パナソニックば買ってくる。やっぱ電気屋さんがいいかな。そうなるとホットビューラーを買ってきます。デュラララデュラララビューラービューラーだってば。おやすみ。おやすみじゃなかった。やめて。まあ、無視するけど。こんにちは。ダメ、ナンパは。ナンパはダメよ。あ、むず。むずいな、やっぱり髪ヘアアレンジって。
したっけ、こうでしょ、こうして、あー難しい、あら、どうしたっけ、こうでしょ、こうして、こうして、外国人、外国人はないよ、あるかな、おめぇクリスマス、ナンパじゃない、ナンパじゃないならいいばい、時間間に合わない、全然どうしよう嘘嘘、1時には、1時半ぐらいに呼んでなきゃ、ね、どうしたらいいかな、今日の髪これでいっか、これでいい？そう。電車間違えるよね、絶対。今日初めて行くとこだもん。行けるかな、一人で。どこ行くでしょう。やばい、絡まった、こんな感じでいいよ、ゆかりんち遠いもんな、確かにゆかりのヘアメイクさんに私もしてって言いたい、あ、待ってないこれ、最悪、何かが絡まった、あー失敗だ、失敗か、あー難しいね、ヘアヘアヘアアレンジっていうのは本当なんか嫌だな、この髪どうしようかな、どうしたら正解だ、今日ここを後ろで止めちゃうか、いやどうしようかな、でも見えないな、ここを止めたって、あんまり可愛くない、もっと可愛いのがいい、ここをあれだ、なんか見たぞ TikTok で女の子は大変なのよ、ここをね一旦ここを結ぶって、なんか TikTok で見たもん、鹿沼ちゃんが、やってた気がする、星桃はドラマ決まった、マジおめでとう、伝えとくわ、まずこうするっさね、ちょっと待って、待って、調べよう、調べちゃった方が早いな、よいしょ、もう大変だ、骨折れないよ、私めっちゃ骨強いんだから、骨強いから折れない、折れない、ちょっと待ってね、ね、鹿の間ちゃんわかります、鹿の間ちゃんわかる、わかんない、変な髪型、今からまつげくるってする、うん、もうしてる、もうしてるよ、見えないよ、仕事頑張って、仕事頑張って、私が今からお出かけ行くってのにすいません、本当に
本当に鹿の町じゃなかったかな。フェアオレンジの方法がね出してたんだけどな。あ、これだ。おい、これめっちゃ簡単。38ミリコテで下内巻きでウェーブ巻きにしていきます。はい、大きめのコテは柔らかい雰囲気を漂わせるのでデートには持ってこい。内巻き、外巻き、内巻きで3ウェーブ作ります。あれ、これじゃないな、ヘアアレンジ。これだ。中国でバズってるお姫様で、このクルリンパが、これクルリンパの、そしてゴムを締めるとクルリンパ完成です。はい、そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。するとこんな感じでフォーフォーになる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で、同じように下部分もクルリンパしていくんですが、もうクルリンパ下手すぎやろ。私根元先を先に下に通します。その後にクルリンパをして、また同じ、こんな下手くそなクルリンパな人いない。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。これで完成。ぜひやってみて。かわいい、これにしたい。私も中国でバズってるお姫様ヘア、クリスマスデートにもってこい。これめっちゃ簡単。了解、クルリンパを2回すればいいんですね。できるかな、できるかな。緩めでいいんか。私髪がねすごくサラサラでいん嬉しいんだけどさ、髪のヘアアレンジとかがすごくできづらい髪質なんですよ。巻きも取れちゃうし、このゴムとかもサラーっていっちゃうのよ。こういう強いやつでしなきゃね。まずこれをクルリンパするんだって。できるかな、はい、できるかな。はい、クルリンパ。あー、下手くそやん、マジで。こんなにヘアアレンジ下手くそな人この世にいないよ。お、できた。できたけど、これで1回でしょ、でしょ。で、次は38ミリコテで下内巻きでウェーブ。中国でバズってるお姫様、上から毛先を中に入れ込む。これ白いゴムでしちゃった。もう1回、そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。うん、するとこんな感じでふわふわになる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で、同じように下部分もクルリンパしていくんですが、クルリンパをする前に上の毛先を先に下に通します。その後にクルリンパをしてまた同じように3つ目も作っていきます。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。これで完成。ぜひやってみてください。中国でバズってるお姫様ヘア、クリスマスデートに持ってこい。これめっちゃ簡単。38ミリコテで下内巻きでウェーブ巻きにしていきます。大きめのコテは柔らかい雰囲気を合わせるので、ここだけしたくて。で、次下が、そしてゴムを締めるとクルリンパ完成です。そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。ここ、するとこんな感じでふわふわになる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で、同じように下部分もクルリンパしていくんですが、クルリンパをする前に上の毛先、なるほど、はい、わかりました。ここをまたクルリンパするんやて。はい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 、難しかね。難しかよ。心配や、本当に。まあ今日はね余裕あるけん大丈夫。多分13時半には家を出なきゃ。余裕持ってね。で、ここのクルリンパするときにここに入れるのね、多分。毛を先に下に通します。その後にクルリンパをしてまた同じように3つ目も作っていきます。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。なるほど、なるほどね、すご。
これを一旦こう溶かして、この紙をこの中に一緒に、だって一緒に、はや、ここに通すのか、まずね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この紙は誰なんだ、君後ろに行ってもろうて、でこれを通したいのよ、ここに、で、よいしょ、来た、あ、いい感じ、なんこれ、なんこれうるさい、おみちゃん、これ何、これ、あ、これこっちか、あ、これ何、どこの紙な、難しい、でもここにこうしてもう一個作ってこうなるってことか、難しいね、ここの紙が分かんないよ、どっから出てきたの君、戻しちゃおう、いやマジでむずいな、難しいな、練習しなきゃ、そんな突然可愛くしようと思っても無理か、その髪、この髪何なんだろうね、あ、もう諦めちゃう、難しすぎてできなくなってきた、ここのふわふわの髪が何なのか分かんない、あ、難しい、もう一回やりたいけどな、そんな時間もないしな、あ、絡まっちゃう、何してんの私、むずすぎ、そう、いやーレンジ行きたいのよ、もうくるりんぱ1回でいいや、両方くるりんぱで、あやばい、爪切れ、あ、やばい、強くしすぎて、強くしすぎて取れなくなっちゃった、よし、もう決めたぞ、決めたじゃん、あー難しい、昨日の爪にあれね、すぐ剥がれちゃったんだよね、だから新しいのつけた、よし、むずいね、本当に難しいわ、サイズ全然合わなかった、そう、この服で写真撮ってない、まだ撮ってこよう、今日撮れたら、よし、こうしてこれを、いざくるりんぱや、ほっ、あー、なんかねーちゃうんだよな、もうちょっと低めか、こういう感じかな、なんかボコってなるの嫌なんだけど、ここがな、難しいな、ここが出ちゃうんだよね、コツ知ってる人いる、誰か、本当上手になってきてる、むずすぎてできない、さっきよりいい感じ、もうねじりにしよっかな、ねじりハーフツイン、ねじりハーフツイン、もうねじるだけ、まあこれは簡単やけど、
ったんやけど、なんか取れやすい気がするっちゃね。あ、ほら取れちゃうの。下手くそだから。鹿の間さんはね、鹿の間さんはね、ちょっと親近感というか、鹿の間さん知ってる？すごい有名なクリエイターさん。有名なっていうか、YouTuber さん、美容系の YouTuber さんなんですけど、ウームじゃないんだけど YouTuber さんで、ずっともういろんな動画参考にしてます。福岡の方なんですけど、妹ちゃんがね、しかロマちゃんの妹ちゃんが同級生なんですよ。専門学校の同級生で一緒に授業を受けてたと、ずっと後ろの席で仲良くしてましたよ。まあそんなね、遊び一気に行くほどとかじゃないんだけど、あったら喋るぐらいのね、友達です。ずっと授業一緒だった。そう、お姉ちゃん可愛いかねって言ってからいつも話してた。ちょっとね、下手くそだな、もう一回やり直し。上手？上手になってきたかな。ねじって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 よいしょ。ここが出ちゃう。ここを止めたいんだけど。デスノートの戸田さん。デスノート全然見たことないや。うん？もういつまでやってんねんって感じやろ。時間がないよ。やばい。お水木のタイムリミットまであと15分。ねじり、ねじって、ねじって。そう。もう諦めてさ、普通でいこうかな、普通。ピンの付き方が分かんないんだよね。どうだったっけな。こう、一旦刺して。違う、こうだ。昼休み？いいですね。よいしょ。あ、やばい、取れちゃう。なんでな。取れちゃうんだよね。そうなのよ、本当に。ああ、取れなくなったけどさ。ああ、難しい。こっちも同じようにやりたいんだけど、もう諦めちゃうかな。ちょっともう疲れちゃった、おみちゃん。頑張
こんにちは、かわいい、ありがとうございます。髪ボッサボサやけどね。よし、決めた。おみちゃんの、ちょっと今日メイク薄っ。もう決めました。おみずきオリジナル、おみずきオリジナルついてない。お水木オリジナル、今までの時間は何だったんだ、配信でした、すいません、何もせず行きます。やばい、しゃくり出てきた。しゃくりし始めたら1時間は止まらなくなっちゃう。よし、 お水木オリジナル、いつものこの部屋で行きます。もう何もせず行っちゃう。もう何もせずに行きますよ。このサラサラヘアを、もうこのサラサラヘアがもう決まってるもん、これだけでっていう。めちゃめちゃポジティブ。いいんです、いいんです、もうこれで。こういうヘアスタイル、サラサラでしょ。気使ってサラサラになるように髪には気を使ってます。自信はね、やっぱね、ありますよ。髪は一生懸命ね、頑張ってるからね。スキンケアはね、サボりがちだけど、髪はね、めちゃめちゃね、大事にしてる。よし、部屋もね、このアイロンも150度以上にはならんぐらいでやってる。いい感じ？ありがとう。後ろがちょっとね、寝癖でね、うねうねしてるから、後ろだけ整えて OK。 よし、行ってきますね。ごめんなさい、本当に意味のわからん配信をして。イエーイ。下巻いた方がいいかな、もうちょっと。いっか。よし。電源入ってなかった。じゃあランキング読みます。第1、久保くんありがとうございます。第2、デスキさんありがとうございます。第2、エレメンチさんありがとうございます。第4位、チャンヤさんありがとうございます。第4位、ブクブクチャガマさんありがとうございます。第6位、セタンカさんありがとうございます。第7位、ミニミニブーブーさんありがとうございます。第8位、グミティさんありがとうございます。第9位、コマちゃんありがとうございます。第10位、キツバットツヨシさんありがとうございます。第11位、ポッポさんありがとうございます。第11位、ガニメデさんありがとうございます。第13位、キロッチさん。ありがとうございました、皆さん。それでは、みずきは、遊びに行ってくる。写真撮ってくるね。じゃあ皆さんまた。バイバーイ。ああ、全然メイクが進まないんだべ。全然メイクが進まないんだべべべ。メイクが進まないんです。ちょっと30分ぐらい配信、30分ぐらいしかできなくなっちゃった。ごめんなさい、準備に時間がかかりすぎて。おしゃれな服着てると思いきや下はパジャマです。よし、メイクに時間がかかっちゃってさ。ねえ、このままでいいと思う？このままでいいかな。でもなんかさ、髪がさ、なんか嫌っちゃん。編み込みしよっかな、ここどうかな。むずいかな。え、どうやってするん？頭がつるってしてる？え？
褒めてる子よね多分。そう、ヘアセットなんで、ヘアセットできないんだよね本当に。こんなもんかな、もっと必要かな。むずっ。昨日のトナカイ可愛かった、嬉しい。これからね、ゆかちゃんとベイと感じ。ナンパ？ナンパしないぜ、めんどくさいから。ナンパしてくる人はだいたいめんどくさいけん。しつこい人が多いじゃない？だからやめて。まあ無視するけど。こんにちは。ダメ、ナンパは。ナンパは。ダメよ。あ、むずむずいな、やっぱり髪ヘアアレンジって。え、どうしたっけ、こうでしょ、こうして。あ、難しい。あら、どうしたっけ、こうでしょ、こうして、こうして。外国人、外国人はないよ。あるかな。おミークリスマス。ナンパじゃない、ナンパじゃないならいいばい。時間間に合わない、全然、どうしよう。嘘嘘、1時には、1時半ぐらいには出なきゃ、ね、どうしたらいいかな今日の髪。これでいいか、これでいい。そう、電車間違えるよね絶対。今日初めて行くとこだもん。行けるかな一人で。どこ行くでしょう。やばい、絡まった。こんな感じでいいや。ゆかりんち遠いもんな。確かに、ゆかりのヘアメイクさんに私もしてって言いたい。あ、待ってない、これ最悪、何かが絡まった。あー、失敗だ、失敗か。あー、難しいね、ヘアヘアヘアアレンジっていうのは。本当なんか嫌だなこの髪。どうしようかな、どうしたら正解だ今日。ここを後ろで止めちゃうか。いや、どうしようかな。でも見えないな、ここを止めたって。あんまり可愛くない、もっと可愛いのがいい。ここをあれだ、なんか見たぞ TikTok で。ムーの子は大変なのよ。ここをね、一旦ここを結ぶって、なんか TikTok で見たもん。鹿沼ちゃんが、やってた気がする。星もドラマ決まった？マジ？おめでとう、伝えとくわ。まずこうするさ。ね？ちょっと待って、ちょっと待って。調べよう。調べちゃった方が早いな。
いしょ。もう大変だ。骨折れないよ。私めっちゃ骨強いんだから。骨強いから折れない、折れない。ちょっと待ってね。鹿の間ちゃん、わかります？鹿の間ちゃん、わかる？わかんない？変な髪型。今からまつげくるってする？もうしてる、もうしてるよ。見えないよ。仕事頑張って、仕事頑張って。私が今からお出かけ行くってのにすいません、本当に本当に。鹿の間ちゃんじゃなかったかな。ヘアアレンジの方法がね、出してたんだけどな。これだ。これめっちゃ簡単。38ミリコテで下内巻きでベーグ巻きにしていきます。はい、大きめのコテは柔らかい雰囲気を漂わせるので、デートには持ってこい。内巻き、外巻き、内巻きで3ウェーブ作ります。あれこれじゃないな、ヘアアレンジ。これだっけ？中国でバズってるお姫様でこのクルリンパが。これクルリンパの。そしてゴムを締めるとクルリンパ。そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。するとこんな感じで方向になる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で同じように下部分もクルリンパしていくんですが、もうクルリンパ下手すぎやろ私。上向き先を先に下に通します。その後にクルリンパをしてまた同じように。こんな下手くそなクルリンパな人いない。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。これで完成。ぜひやってみてね。かわいい。これにしたい。私も。中国で混ぜてるお姫様ヘア、クリスマスデートに持ってこい。これめっちゃ簡単。了解。くるりんぱを2回すればいいんですね。できるかな？できるかな？ゆるめでいいんか。私髪がねすごくサラサラで嬉しいんだけどさ、髪のヘアアレンジとかがすごくできづらい髪質なんですよ。巻きも取れちゃうし、このゴムとかもサラーっていっちゃうのよ。こういう強いやつでしなきゃね。まずこれをクルリンパするんだって。できるかな。はい、できるかな。はい、クルリンパ。あー下手くそやん、マジで。こんなにヘアアレンジ下手くそな人この世にいないよ。お、できた。できたけどこれで1回でしょ、でしょ。で次は8ミリコテで下内巻きでウェーブ。中国でバズってるお姫様手から毛先を中に入れ込む。これ白いゴムでしちゃった。もう一回見えちゃう。そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。うんうん、するとこんな感じでふわふわになる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で同じように下部分もクルリンパしていくんですが、クルリンパをする前に上の毛先を先に下に通します。その後にクルリンパをしてまた同じように3つ目も作っていきます。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。これで完成。ぜひやってみてください。中国でバズってるお姫様ヘアクリスマスデートに持ってこい。これめっちゃ簡単。38ミリコテで下内巻きでウェーブ巻きにしていきます。大きめのコテは柔らかい雰囲気ではね、いっちゃん。ここだけしたくて。で次下が、そしてゴムを締めるとクルリンパ完成です。うんうん、そしてこのクルリンパが終わったら根元の部分をちょっとね立ち上げるようにつまみ上げていきます。ここまたクルリンパ。するとこんな感じでふわふわになる。2段目を作る前に一番上はピンで留めておきます。で同じ
ようにした部分もクルリンパしていくんですが、クルリンパをする前に上の毛先、あ、なるほど、はい、わかりました。ここをまたクルリンパするんやて。はい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 、クルリー難しかね。難しかよ。心配や、本当に。まあ今日はね余裕あるけん大丈夫。多分13時半には家を出なきゃ。余裕持ってね。でここのクルリンパするときにここに入れるのね、多分。先に下に通します。その後にクルリンパをしてまた同じように3つ目も作っていきます。3つ目は上の毛と一緒にまとめてクルリンパをしていきます。なるほど、なるほどね、すごで、これを一旦こう溶かして、この紙をこの中に一緒に、だって一緒に、はや、ここに通すのか、まずね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この紙は誰なんだ？君後ろに行ってもろうて。で、これを通したいのよ、ここに。で、よいしょ、来た。あ、いい感じ。なんこれ、なんこれうるさい、おみちゃん。これ何、これ、あ、これこっちか。あ、これ何、どこの紙な、難しい。でもここにこうしてもう一個作ってこうなるってことか。難しいね。ここの紙がわかんないよ。どっから出てきたの君。戻しちゃおう。いやーマジでむずいな、難しいな。練習しなきゃ。そんな突然可愛くしようと思っても無理か。その髪、この髪何なんだろうね。あ、もう諦めちゃう。難しすぎてできなくなってきた。ここのふわふわの髪が何なのか分かんない。あー難しい。もう一回やりたいけどな、そんな時間もないしな。あー絡まっちゃう。何してんの私、むずすぎ。そう、ヘアアレンジ行きたいのよ。もうクルリンパ1回でいいや、両方クルリンパで。あう、やばい、爪切れ、あ、やべ、強くしすぎて、強くしすぎて取れなくなっちゃった。よし、もう決めたぞ、決めたじゃん。はあ難しい。昨日の爪にあれね、すぐ剥がれちゃったんだよね。だから新しいのつけた。よし、むずいね、本当に難しいわ。サイズ全然合わなかった。そう、この服で写真撮ってない、まだ。撮ってこよう、今日撮れたら。よし、こうしてこれを
じゃあくるりんぱや。ほっ。あーなんかねちゃうんだよな。もうちょっと低めか。こういう感じかな。なんかボコってなるの嫌なんだけど。ここがな難しいな。ここが出ちゃうんだよね。コツ知ってる人いる？誰か。本当？上手になってきてる？むずすぎてできない。さっきよりいい感じ。もうねじりにしよっかな。ねじりハーフツイン。ねじりハーフツイン。もうねじるだけ。まあこれは簡単やけど、簡単やけどなんか取れやすい気がするっちゃね。あほら取れちゃうの。下手くそだから。鹿の間さんはね、鹿の間さんはねちょっと親近感というか、鹿の間さん知ってる？すごい有名なクリエイターさん。有名なっていうかYouTuber さん、美容系の YouTuber さんなんですけど、ウームじゃないね、ウームじゃないんだけど YouTuber さんで、ずっともういろんな動画参考にしてます。福岡の方なんですけど、福岡の方なんですけど、妹ちゃんがね、チカロマちゃんの妹ちゃんが同級生なんですよ。専門学校の同級生で一緒に授業を受けてたと、ずっと後ろの席で仲良くしてましたよ。まあそんなね遊び一気に行くほどとかじゃないんだけど、会ったら喋るぐらいのね友達です。ずっと授業一緒だった。そう、お姉ちゃん可愛いかねって言ってからいつも話してた。ちょっとね下手くそだな、もう一回やり直し。上手？上手になってきたかな。よいしょ。ねじってねじって。ねじって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 、ねじってねじって、よいしょ。ここが出ちゃう。ここをこう止めたいんだけど。デスノートの戸田さん。デスノート全然見たことないや。うん？もういつまでやってんねんって感じやろ。時間がないよ。やばい。お水木のタイムリミットまであと15分。ねじり、ねじって、ねじって。そう、
諦めてさ、普通で行こうかな。普通ピンの付き方が分かんないんだよね。どうだったっけな。こう一旦刺して、違う、こうだ。昼休みいいですね。よいしょ。あ、やばい、取れちゃう。なんでな、取れちゃうんだよね。そうなのよ、本当に。ああ取れなくなったけどさ。ああ難しい。こっちも同じようにやりたいんだけど、もう諦めちゃうかな。ちょっと疲れちゃった。おみちゃん、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。髪ボッサボサやけどね。よし決めた。おみちゃんの、ちょっと今日メイク薄っ。もう決めました。おみずきオリジナル、おみずきオリジナルついてない。おみずきオリジナル、今までの時間は何だったんだ。配信でした、すいません。何もせずいきます。やばい、シャクルで出てきた。しゃっくりし始めたら1時間は止まらなくなっちゃう。よし、 お水着オリジナル、いつものこの部屋でいきます。まあ何もせず行っちゃう。もう何もせずに行きますよ。このサラサラヘアを、もうこのサラサラヘアがもう決まってるもん、これだけでっていう。めちゃめちゃポジティブ。いいんです、いいんです、もうこれで。こういうヘアスタイル、サラサラでしょ。使ってサラサラになるように髪には気を使ってます。いや自信はね、やっぱねありますよ。髪は一生懸命ね頑張ってるからね。スキンケアはねサボりがちだけど、髪はねめちゃめちゃね大事にしてる。よし、部屋もね、このアイロンも150度以上にはならんぐらいでやってる。いい感じ？ありがとう。後ろがちょっとね、寝癖でね、うねうねしてるから、後ろだけ整えて。OK！ よし、行ってきますね。ごめんなさい、本当に意味のわからん配信をして。イエーイ。下巻いた方がいいかな、もうちょっと。いっか。よし。電源入ってなかった。じゃあランキング読みます。第1久保くんありがとうございます。第2デスキさんありがとうございます。第2エレメンチさんありがとうございます。第4位チャンヤさんありがとうございます。第4位ブクブクチャガマさんありがとうございます。第6位セタンカさんありがとうございます。第7位ミニミニブーブーさんありがとうございます。第8位グミティさんありがとうございます。第9位コマちゃんありがとうございます。第10位キツバットツヨシさんありがとうございます。第11位ポッポさんありがとうございます。第11位ガニメデさんありがとうございます。第13位キドッチさんありがとうございました。皆さん、それではみずきは遊びに行ってくる、写真撮ってくるね。
じゃあ皆さんまた、バイバーイ。